まそういうね、あの、なんだっけ、すらとかね、許せない人もいますね。ありー、まじでー。全然それね。いくかー。さて、今回は、あなたの役しはい、一生潜伏します。さようなら、皆さん。 人狼に気をつけてくださいえ,え買っ勝手にしいた何ミスったミスタッチ続行しようやばいやついいのかな大丈夫夜が明けましたでも配送できないしな昨夜は誰も死にませんでした発言ターンに入ります4番のプレイヤーが発言します ああ続行、続行ですね。了解です。えっ、ー、と、お願いします。村人陣営です。えっ、ー、と、進行論というか、まあ、なんかやってほしいことなんだけど、占い精査をしっかりしてほしいかな、1日目から、うんうん。なんかね、22番目になって最終日まで持ち越すっていう、なんかこう、なんていうかな、その余裕かまさずに1日目からしっかり占い精査をつけた方がいいと思う。それが最終日に白要素にもなるし、黒要素にもなるから、 しっかりこう情報がないっってていいいいいうことをななくしていった方ががいいね情報がない人に苦労を打たれたらさもう判断のしようがないからしっかりこう情報を残して、うん、その情報っていうのは占い師ですかねで占い師のグレー精査を伸ばすために村人もしっかりグレー精産をしていこうっていう村にしていきましょうそんな感じですかねはい頑張っていきましょうあの盤面の考察とかはしないですその盤面になったらその考えを言いますはい以上です5番 進行論でいうと、まあ、対抗が出たら、まあ、人狼か強人かわかんないですけど、ほぼ人狼と見てます。で、例、え、のー、者に関してですね、例、え、のー、者は周目絶対出ないでください。記、え、事、ー、も絶対出ないでください。で、二周目で出てきてください。で、白崎だった場合も含めて、うん、まあそこから推査していくかなって感じです。 うんまたは、えー、決め打ちでも、どっちでもいいです。二、はい、番さん、白刺さってるんで、二番さんが出て、えー、もし例も出てきたら、決め打ちでもいいですし、まあ、そのまま村に任せます。はいえー うーんまあ自分身取って行ってしっかり制裁していきたいかなって感じです、ね。身です。はいおめでとう。でえー、ともしえレ、ー、ノー僕の心に刺さるものがあったとかなった場合はえと頑張ってえー、っとレノーさんが押したところをして,ていきたいかなって感じですかね。はい。二拾ね。六番のプレイヤーが発言します。 はい、お願いします。5番さんね、あの、芯取って頑張りますと言っていたが、対抗テール前提なんだなって、正直ちょっと、そこをちょっと思っちゃったかな。なのでね、あの、白崎の2番さんの発言にも注目して聞きたいと思っております。4番さんに関しては、特にまだ色落ちなし、うん、そんなことはないかなと思っておりますね。そんなことはないと思うんす私なんですけれども、私ね、あの黒を弾き返せる役職を持っております。なので、もう私には深く言及する必要がないです。<あ>占う必要もないですしね。な、はいですね。 なのでまあそこのところをお願いしますというところですかねはい5番三振でもいいんじゃないですか全然はいなですかそれじゃあ今のとこ5番三振でせることは全く分かんないけれどもまあね番目を形成するのは人外だと思っているのではいそこのところをお願いいたします以上です7番黒はじける役持ちですか令和占いし占いしランダム白4番ランダム白4番お願いします 対抗の5番に関しては、正直、えー、狼か狂人かはよくわかんないかな。発言からもあんまり要素は取れない。5番ってなんだろう。絵の上近くしたらその指定に合わせますって言ってるから、5番発信でのラインっていうのはあんま見えづらい人物だなと思ったから、しっかりとグレーから要素を拾っていきたいなと思っています。で、直近の6番なんだけど、 6番、まあ、触れるなって言われたん<何>なすけど、あん,んあんまり。<laughs> はい。何がやりたいのかがよくわかんないな。うん、僕は。まあ、6番のムーブの何乗りがあるのかはわからないと思っています。はい。まあ、場面進むにつれて6番の正体がわかってくるんだろうけど、うん。まあ、とりあえずこんぐらいかな。番悪いけど、ムラツラ殺すよ。悪いけど。 に、はい、あります、ね、何出てても6が、えー、6が白先で。形のなってもこれから3勝で。先で初日6つでも3勝でも。5番さんが2白って感じですか。で6番さんが対抗、んなんだっけ占い普通なし、うんえー、今は5を死んでみるみたいな発言ね。4番さんから、まあちょっと待って、占い師でさよくわからないね、今のところ。うん、まあ4が占い師でさ1周目からやってほしいって。 言ってたけど、正直意味はよくわからないです。語、うん、が2白で、まあ、例の出てこ,こないでください。逆出てこないでくださいみたいなこと言ったのかな、岸も。うん、うん、例のは別にどっちでもいいかなと思った。で、まあ、占い師のパッションみたいなのも感じたけど、なんか、なんて言ったっけな、えっ、ー、と、s 字…あ、ごめんごめん。ちょっと待ってね。 <何>うん、普通にね、ちょっと4らまず、なの <laughs> がよくわかんなくて、これで一番。8、一番よくわかるよ。<laughs> 一番わけわからん。はい、よろしくお願いします。しようありません。<laughs> えっとね、まず4番から触れていくんだけど、4番さんはめちゃめちゃ印象良かったよ。 まああのー、白黒はつけにくい位置なんで、まあ、印象いいとだけ言っときますね。でそこに、えー、白打ってる7番さんっていうのは割か主審かなって現状は思ってるかな。まあ、発言精査で言うと5番さんの発言で、あのー、何やったっけ例のと騎士は1周目出なくていいよ2周目で出てきてっていう話だったんやけど、うん、うーん,なんかねそこの何 一周目に出てきた方がよくないって思ったけど、ね、うん、まあ棋士は別に潜伏でいいかもしれんけどね。うん。霊能に関しては一周目出た方がいいと思って、俺は。まあまあまあ、まあ、その辺、考え方の違いやから、なんとも言いにくいけど、7番さんの方が印象良くて、5番さんの方が印象悪いって感じかな。うん、6番さんは臭いなと思ってます。8番さんは色付けできません。うん、以上。1番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。特に塩はありません。 え僕は6番さんがなんか役に合わせしていて非常にムラリがないなと思ったから7番さんの意見は分かるなと思った仮にこれが6番さんがなんかこれでこのあと2周目に実はムラスラですみたいな,なんかよく分かんないこと言い始めたらちょっと6つります8番さんはマジで分かんなかったこれ9番さんの8時精査で不能って言ってたけど同じように思いましたねであともう一個言うなら6番さんってえっ、ー、と5番さんに対して「死んじゃない?」って言うんだったら6番さんって潜伏推奨してたから 何,のし何,の何なのと思いましたねえー、それそれぐらいかなだから9番さんはまあまあちょい印象いいぐらい8番さんはもうマジでわからないって感じですね6番さんが棋士霊能ならごめんなさいって感じですね8番さんを現状あれかなするかな6番さんが棋士霊能ならねそれぐらいでーす 2>, 2番のプレイヤーが発言します はい占い占師です5番ランダム白、5番ランダム白。ムですということで、えー、僕目線は5番が強人で7番が人狼確定です。で、えー、5番目線も、えー、僕5番目線は僕が強人で7番人狼確定で大丈夫です。よね、はい、えー、まあすらがあった場合はまた変わってきますが、すらない場合はもう僕目線5番強人、7番人狼確定です。でじゃあその7番の、えー、白さ白出した4番なんですけど、えーまあ、人狼が初日に。 なんで言った、うろここに行くって、あんま考えにくいんですよ。<協>やっぱ、9人もらって、初日に人狼が、お互いに白白、白白か。しろしろてっていうのを、あんま見たことないんですよね。ちょっとメタ入っちゃうかもしれないですけど、っていう理由も含めて、4番はほぼ村で見てます。で、えー、まあ、みんなが触れてたように、8番、8番と6番が、ちょっと色濁ってるなっていうのが現状です。はい、えー、僕目線は5、5強人7、人狼確定です。お願いします。 3番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。34になったということで、えっと、2番さんが5番さんに囲われていた状態で、2番さんが出てきて、で、7つりして白だった,だったら5に陣外好けるけど、可能 なることがあるので、2> まあ、い,いのか2のシーンはかなり高いかなって思ったけどね、ダブル破綻しても、7番さんがかなりシーン高いから、7釣れるかなって思って出てきたっていうのもなくはないけどもねって思う。う盤面上かなり2番差しべかなって思った。えー、っと、まあね、7番差しに見る目線は1番差とかは分かったけれどもね、うん、5番差のシーンは切っていいかなって思うから、このままだったら5釣りがいいかなって思うんだけどね、27はまだシンつかないかなって思っているかな。 うん、キオワさんに気になったのは、四が白いところに白を打ったの長さが締めっていうのは針の取り方がおかしいかなって思ったかな。七番さんは六番さんへの触れ方が自然かなって思ったぐらいかな。うん、二が強人だったら初日針釣れるんだよな。4番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。さあ、このはいくのね。<laughs> あ、この番いく。えー 5でいいんじゃない ?2 番が強人で出てくる世界は俺あんまり見えないから生きようよと。で、グレーセ産もしっかりしてたしね。うーん。五二2のシでいいと思うんだけどな。<笑><笑> <laughs> え、待ってよ。いや、6例の出たら オガニシロでニが意気揚々と出てきてえ、俺グレーで気になってんの、キなのよ。キューバさんの7の死の取り方って、明らかにおかしくて、なんか7死んだと思って出てきて、なんだっけ、7が4にしろったから7が死んだんじゃないじゃん。にん5級で 7, に7の死んだんじゃ出てよったかなって思ってて、てそこで二が出てきたから、5級ロー7教授に死んだんじゃないで、 整ったんだけど、八幡さんがそのわかんないとなるのはわかる。まあ、触れるとこなかったし、占いしてスは俺もつかなかったけど、9起点で5のローがあるなって思ったから、うーん。5、9ロー今日9詰めれるんじゃね2進でしょ多分、はい、どう ?5 がローだったらっ6んなん7進んだけどね。でも俺、あ占い行くなら5だけど、俺9詰めてもいいと思ってる。かな以上。5番。 のプレイヤーが発言します例能なら出てください、6番さん6番さん棋士ですか、例能ですか、はい、はいちなみに言います、僕、例能です。はい、例能ですから、ちょっとどうですかね、一応、自分に適当に白打ったんですけど、これ、一角ですよね、はい、これ、僕が、えー、っと強靭っていうのはな方もないですよね、これで僕がもう棋士格、棋、えー、士って例確定なので、えー、今日グレーからです。はい <で>えーっと、2のが 2> <laughs> ん<ー> 2> お前、ンが、かい,かいかもしえー、っと、2が人狼として出てたんだら、お前かい、えー。潜伏するはず。うん、潜伏して、えー、っと、57神技でどっちか、えー、神に来るはず、えー。7をほぼほぼ神に来るはず。うん、確定しないことからね。で、強えー、6番さんに言わせたよね。6番さん役職騎士。騎士だったら釣らんけど、6番さん騎士じゃないよね。恥かいかせるんでしょ ?6 番さん騎士出ていいよ。釣られるから。えー、っと、 いや、今日6次にね、えー、俺の意見言うから、6番さ例のうん。棋士だったら言って。例能が 7?5 番,番が6の例能を警戒してるの 7? あなた、例能なんでしょうはい、お願いします。例能ではないのでね、5番さん安心してください。大丈夫ですよ。はい、えー、そうですね。今回なんですけれども、はい、正直、あのね、二とこがお互いに出てたから、7釣れば終わりなんじゃない… 7釣ればね、あの出るんじゃないかなって思ったんだけれども。霊能では うん、ものすごくちょっとね、盤面が終えてなくて、申し訳ないなって感じですね。の騎6騎士なんで、はいえー。今日どこから釣るかって言いますと、うーん、本当にわからないけどもね、これ、どうすればいいんだろう。出るわ。俺、霊能じゃないですよ。はい、それだけは言っとくわ。はい、騎士です。はい、えー、はい、あー、出ちゃったかー、はい。はい、もう自分随でいいですよ。はい、全然いいですよ。はい、自分村なんでね。<laughs> はい<え>、まあ、巨人って見てくれてもいいじゃないですか。全然いいですよ。 はい、なんて出てくんのかな、はい、もう俺はね、噛まれようって思ってたんだけね、正直ね、はい、まあ仕ないよね、どうもう申し訳ないって感じですね、はい、まあそういうね、あの <laughs> なんだっけすらとかね、許せない人もいますから、はい、全然それね、飲めると思います、はい、でもね、私はだだ、ね、本当にあの信じてくれるのであれば、俺はあの本当にグレーからいってほしいと思いますね、はい、私はあのもし人外なら、こんな目立った行動はしないよっていう証明だけはしてほしいです。 いやはい、私はもう最初からずっと目立とうとてしているので、いはい。そんな目立つ人外なんていないと思ってるからっていうドンを通してほしいなって、個人的には思っちゃいましたね。はい。なので、これ、あの、398どこからか釣りたいと思います。もう一番さんに任せますね。はい。6ですよ。一番,番に任せてくれるの。6だよ。うん。いや、まあ6が偽だと思うんだけど、進行的には今日は、 2番つります,つります明日6でいいよ明日6で。2番つって5番が守ってほしい方の岸に投票していや6すらしてから。6村すらだからならば。5番が守ってほしい方の岸に投票してクロスその、えー、投票された方がは村。どういうこと村むら <laughs> なのよ。聞いてた ど,どういうことそれ六人外ロックなんで僕今日はグレーックです,ります明日六です、はい、えっとね盤面上の話をすると5番が2番に白を打っていて2番が 3C 多めに出てきた5番と7番で結構審議差ついてたから2番共同に助けに来たっていう可能性はなくはないけどただ、えー、2番がえ何、ー、だろう5番に白を打っているっていう観点と4番のオオカミをすぐキャンセルしたところから2番ってオオカミの方が高いかなと思っていますはいだから2番オオカミで相方がどっかにいるっていう生産の方がしっくりくるかな えー、そうだな、グレーに関してはね、8番はよくわかんない、8番はよくわかんないけど、ただ、9番の精査が違和感で、4番に白を打ってるから7番の芯が高いっていう精査がよくわかんなくて、こうやって普通に5番が強靭だと思って5番が2番、5番は2番を囲った、それで、えー、29狼で、えー、9番が5番の強靭に気づいたから、えー、5番。 バ番がシンっていうスイに届どいいたっていう可能性もあると思います。でも今日は六3 8番のプレイヤーが発言します。うん、7番さんは番目を把握するのが若干遅いね。うん、そして二ずりの進行が意味がわからんすぎたな。あ7シンあんのこれあでも76ペアはないかな。766。6 6 6って言おうとしたんだけど、27だったら2の方が真に見えるから、うん、7、7、6ないから、9、3ね、9は意味わかんないって。よ。まあ、俺はわかんなかったよ。だって、57が占いで出て、7, が7の白先4でしょ、6のあの発言で何を言えばいいって思っちゃったよ。5あの時点で57よくわかんないし、4はまあ、の、まあ、進行論、まあ、印象は良かったけど、まあ、そ,そうですかみたいな。 SG1 にされる村をなくそうみたいなことでしょ情報が落ちないような村はなんかなくそうみたいなあ,あの時点じゃわかんなかったしでも7、ニセっぽいから7色ローロ、うん、76ローロだった場合に6を押すかなと思っちゃったよね今あ7新宿だったらでも2がローで何に5が なんだ 2, 2がローだった場合って5が強人で2を囲って2があえて出てくるって思っちゃうんだよな普通に。盤面的には27だったら7の方が二世っぽく二が真に見えてます。あ6かまあ6まあ6強靭もあるから、まあ、6でいいと思うけどどうなんだろうな。あまあ6でいいかはい。9番のプレイヤーが発言します。 いやー、なんか村全体が2番3芯を追ってるのがよくわからんなと思ったけどね。俺的には、5強陣の2番黒に白が刺さって、うんえー、両方とも、えー、白を打って、なんか芯の7番さんを釣りを押そうとしたっていうような構図にしか見えんけどね。2番差の出てき方から。で、今でも7番さんが芯かなと思ってるかな。で、今日は6番釣ろうかなと思ってる。もう経費、経費で釣りますね。もう白だろうが黒だろうがって感じ。で、 えー、まあ6番さん白やった場合、うん、まあ8三どっちかがオオカミになるかなと思ってるんけどうーんそうやねーていうかね俺の精査がわからんって言ってたけどまあ1周目の発言やったし何な,なら4番さんが占いの精査ちゃんとしろって言うから、うん、無理やりにつけた感じのあのー、あれ精査やったんけどね でちゃんと発言精査でも残してるからそこを叩いてくる人だってまあなんか3とか叩いてきてたけど34、うんまあ、も叩いてきてたけど俺7シーンやと思ってるから4シーラと思ってるから3がラストウルフかなって現状思ってるかな23ローローかなって思ってるかな分かんないですけどはい今日は6釣りますね6で黒落ちたらいいなと思ってます以上1番 のプレイヤーが発言しますうーんみんな6番さんの色見たいですかね僕6番さん明日釣りでいいと思ってる6番さんの陣外を決め打って今日はグレーの色を見ようかなって思ってる例えば8番釣り8白だった場合は明日6釣ってほしいかなこれ僕のわがままだけど6番さんはもうムラリがなすぎると思ってるから6番さんを陣外で決め打って今日は6番を釣るのやめよう明日絶対6釣ってその代わり。 で今日は一回5が色見えるから見ようか。でえっ、ー、とーそうだなーちょっと8級の精査が難しかったんだけど僕4番3が白く見えないんだよね。4番ってちょっとおかしなこと言ってなかった ?4 番ポジションで4番の時点で5級ローロー7教授2神じゃないかなって言ってたけど2番って5白だからね5が狼なら2強でしょ7神じゃんって思ったからそこ把握漏れちゃってんなと思ったんだよね。えー まあ僕も占い師に関しては2番さんの方が真に見えてるからまあ4番さんに明日黒が出たらうんと6番を強人の74ローとかも見てほしいかなとにかく6は明日でいいと思ってて今日は一回グレーの色を見たいかなうーん8か3番の8話を聞いてないからあれだけど今日グレーからランダムにしたい僕1本してだとかわいそうだよねそうだな 8番いっていいすか8番釣ります今日僕ははい1勝目お願いしますえー、んけどじゃないですか全然プツプツなんだけど二の精査聞けないんだったら六釣りでもいいよ二 <laughs> の精査聞けないんだったら六釣りでもいい ダメだ。<laughs> ダメだ、聞けない。あ、戻ってこれた。OK。聞こえます聞こえますあ、聞こえた。え、ちょ、話すことあと10秒しかないんだけど。え、1番、カリウの確定で大丈夫なんですかね。それだけ聞いておきたいです。3>, 3番のプレイヤーが発言します。えーっとね、まずちょっと二番さんの話が聞けなくて残念かなって思っているけれども、一番さんが、 いい提案をしてくれたので、うん、僕は乗りたいかなって思ってるし、2番さんは投票行動で、まあ、どこが怪しいとかを示してもらえればなって思うかな。うん、ちょっと1番さんっぽくない進行かなって思ったけどね、うん、絶対6番さんする、絶対6番さんするっていう人かなって1番さんは思ったけれども。<や>うん、よりねいい、うん。俺ただ8じゃなくて9つりたいけどね、うんそう。1番さんが指摘していたけれども、4番さんは5九ロ6 2七7強と言っていて、 そんな黒塗りのされ方してんだよ、9番さん。なのに、7を真で猛進するから、4番さんは白いと思うってよく言えるなと思って。うんうん、9番さん視点絶対一番4番さんは白く思えない人間だと思うけどなって思ったんだけどね。うんまあ、7人に関しては、まあ、確かに7番さんの真もあると思うよ、うん。でも、4番さんにあんな黒塗りのされ方してるのに、4を白く見える9番さんがおるっておかしいと思うんだよな。うんうん、まあ。 そうね。占い精査は、まあ、盤面上かなり2が進化なって思うけどね。スラ警戒で出てきたとして、5白打てないんじゃないかな。それか、2が狼だった場合は、相方がかなり白い地下って思うけど、そこまでいないしなって思うんだよね。から俺、グレーから行くなら9から行きたいかな。あ俺、6でもよかったかなって思ってるけど、9ね。と9が <laughs> 明らかにおかしいなって思うから、急に投票したいなって。3村っぽいね。以上です。 全部レイヤーの発言が続きました。私はただの石、私はただの石、私はただの石。三番に乗ってやろう。騎士騎士である僕が。お、八級なんだ。九番のプレイヤーが発言します。えーっとね、二番の発言危険かったから、なんとも言えんけど。 7が新っぽいなって思ったよね、初周の印象で。うん8いくわ。9番の3いってるわ。84番すごい感じだったけどね。1週目の発言に関しては、割と印象良かったから、村かなって思ってなけどね。あー、3いきたかったな、俺。そんなグレーつるんやったら。3にロールをめっちゃ見えるんやけど、違うかな。 7番さん2世やった時の相方ってほんまにわからんな 74?74 は見えんなと思ってるからやっぱ23かなと思ってるけどねうーんはいそんな感じは思ってます8番のプレイヤーが発言しますうん,うーん6番行きたかったんだけどな1番さんがな 1> 俺1本指定で、うーん、2、3、9番さん、2, 2、3、7を盲信するのかよくわかんないんだけど、俺の、まあ、2番さんの発言聞けてないからわからないけど、盤面的に強靭に囲われたら、まあ出てくるか、すら警戒で出てくるのか、ちょっと俺のね、思考ロックが激しいのかもしれないけど、盤面的には、あ2の発言、 聞けてない痛いけどね2進だと思うんだけどなちげえのかな23のおろだったら3は俺に合わせとかいいんじゃないの1の発言を拾ってじゃあ乗ったっつって8押しとけばいいんじゃない普通に村殺せるからそこをあえて9にずらした俺は3は白く見えてる9番入れてくださいね全プレイヤーの発言が終了しました<ー>私はただ 私はただの石,だの石おすげえ割れるね投票が終了しました追放されるプレイヤーは8番8番の遺言を発表してくださいああまあしょうがないじゃあしょうがないか、うん、23道路ねはい。 一番んはどう見えてるんですかね。うーん。三、三ロ々。七級ロ々でもでも、盲信 <laughs> し,してる七級ロ々ーーもなんかあんまり微妙だよね。五番さん守ろうか。普通つに行けばいいのにと思ったんだけどな。それで占い師の占い位置、占い理由、情報落ちてからでいいと思うんだけど。 あー意味わかんないね。はい。何だっけこれ誰に出てんだまい。おら、頑張ってください。ちょっと、わからない。よ、はい、がふけました。人狼に気をツきシの方は夜のアクションを行ってください。ニカミキうじゃね違うニカミキそうだなその疑いいはどんな根拠が、まあ、だな マーゴ、マーゴです。いやこれ八にしたのは九番さん怪しかった危うかったでしょ命。夜が明けました。と,とりあえず八入れた。は九が六三一ったから。昨夜は一名のため捕まりま七番。七番九番のプレイヤーが発言します。うん,うん。 三シロ、八クロ、八ク<黒><黒>でっか、ええー、八黒ロか、でっか、八黒ええー、分からんなじゃあ二七は新境って感じか、ええ新境やったらあーえー、そうやったら二番さん新かなちょっとわかんねー、とりあえず今日は六行きましょうねはい。 ええー、妊娠っぽいかな。強人はなさそうって思ってたんよね。うん。えー、マジか。今日クいくけど、ちょっと、えー、ちょっと整理させてください。ごめんなさい。1番のプレイヤーが発言しますうん、9番さんは僕は村だと思うね。 9番さんが昨日狼だったら、投票集まりそうな8入れると思ったし、8って初日、初週今日、初週は9投票だもんね。8、9、ローはないと思ってる。2、7、新居、8、9、ローはないと思ってますね。だから9番さんは村かなと置いていて、8、クローはでかいね。えー、っと、今日どうしようかな。<laughs> まあ、6、昨日の宣言通り釣ってもいいけど、7、4、ロー、ローじゃなくて、7、7番さん噛まれるって何なのと思った。 7番さん噛まれるって何 ?2 番5へ入るかと思って7番さん強陣でもとりあえず勘読かみたいな紙だと思うから2は残したい今日は僕はね。で、えー、3番西天三点3三3郎で僕9もらうと思ってるんだよね。6黒かなそしたら西地点は6黒か4か4七ー 4?4 牢7強8黒の漂白もあるのか。2番さんは漂白結構見えるね。 2番差しで4だって結構黒いっしょ。あれ6もったいないかこれ。<laughs> あれあれ6もったいないなこれ。6もったいないな。まあまあいっか。6許せん。うん。6許さない。僕はね、危ない危ない危ない。自分の心情を貫く。僕の人道を貫くよ僕は。6いきます。今日は6釣り。脅迫もあると思ってる。3番村に見えてた。3番が村に見えてた。 3球が村に見える642ロラで勝ちかな6いしますはい、えー、占い結果3番白ですでえー、で例の結果が8黒上野樹里ですねあれのためカウントアビルか <laughs>、まあ、そんなことはさておき、はい、えー、まっ、あ、た <laughs> く分からなかったこのあと絶対にえっ とりあえず安定で2番釣っておこうみたいな人が絶対出てくると思うんですけどあの僕釣ったらあの4番の漂白を考えないといけなくなるんですよねあの漂白って例えば4番が人狼であの7番がわざと強人だと分かっておきながらわざと噛んでおくっていう行為なんですけど、うん、僕を残しておけば例えば4が人狼だった場合ってあのもうこれ勝てなくなるんですよね4番は、まあ、もし4番が人狼の場合ですよ うん、なので、僕さえ残しておけば、もう 4, 4に対しての考察はもう一切不要になります。で、次に、僕を、まあ、釣ったとしても、もうこの後の襲撃はまず1番です。カリウドなので。うん。だから、あの、僕釣っても得られる情報ってないんですよね。そうだね。はい。むしろ、あの、占い結果というものがもう落ちなくなるので。なので、あの、僕を残しといて、今日、 まあもう脳死で、まあ、とりあえず6番か9番、まあ、どっちか釣って、で、余った方を占ってっていうのをやれば、もう僕目線、人狼がはっきり確定するんで、はいもう僕からは以上です。あの僕を残しておけば、あの4がまず人狼の可能性をもういちいち考慮しなくて済みます。4が人狼だったら勝てないからね、僕さえいれば。それだけは把握しておいてください。安定を求めて僕釣りはごです3番のプレイヤーが発言します。 うんまあ、確かにね、うん、明日絶対に2釣るっていうお約束で今日6つめるっていうのもありかもねうん6馬さん目線僕投票からの9投票僕投票からの9投票っていうところでずっと八馬さん投票を避けてるんだよね、うん、俺やっぱ9がおかしいっていうのが抜けなくてずっと9に投票し続けたんだけど8キロ落ちてよかったなってマジで思ってるうんなので、まあ6つって っ明日絶対にに投票するっていうお約束で録つるっていうのありかなって思うかな、うん、うん、そんなところですかね。漂白あんのかな四番さん,、うん。どうなんだろうね。ただ四四八だったときに、四八だったときにああ号泣ロロとか言うのかな四番さんは、号泣ロロとか言うんかなって思うけどね。うん。 なんかハーク、ハチクロだったっていう事実と、4番さんのハーク漏れが、ちょっとあまりに異常すぎて、それとも七釣りたくないからか、七釣りたくないから、そういうこと言ったのかな。うん。なんか、ハーク漏れで逆に白くなるっていうのは、ちょっとあんまり俺好きじゃないんだけれども、ハチクロの事実と、五9ロで四番さん、そんな狼で言うんかなっていうふうには見えてしまってるかな。うん、そんなところですかね。 まあ6つって2。つって4級の戦いかな？って感じかな。うん、も、ま、う、あ、6つって終わりそうな気がするかもね。投票行動からして4番のプレイヤーが発言します。うん、えっとまず言いたいのが。5発言え、ちょっとありえないと思ってるんだけど、<laughs> いじめだと思ってるんだけど。 あの昨日確かにしてもおれしたね、今日2は絶対釣らないよ。これ2を釣らせたい神だと思ってる。俺今でも2が死んだと思ってて、そうなった場合、8、9ってどうなんだろうな。8、9ってなんかね、昨日8番さんに言った理由は、俺限りなく2が死んだと思ってて、8がずーっと2を死ん目、死ん目っていうのね。で、9番その一方で7が死んだと思うなって言って、なんかあの段階で9が狼だったら2の裏第一怖がって、2、死んっていうんじゃないかなと思って、8いったら黒だった。ってことはやっぱり2にするよって。 8っていうしてになってるから2が死んだと思ってるんだけどうーん6で終わるんじゃないかなって思うんだけどねうんわかるか6ブレイク 2>, 2番3目線グレー二ーでしょ89 <laughs> いやわかんねえわ6で終わせてくれわかんわな,ないけどね8番3も9番3も96だったら <laughs> 俺とねんの6八郎だったらさ、占いかまないでさ、2 7郎、ラストして、逃げ切りあるよな5番さん、ちょっと本当俺怒ってるからね。なん、ね、何だろう、マジで。5番のプレイヤーが発言します8黒と言った段でいいんですけど、2番さんって9番さん占うべきじゃなかったの投票コードからも9番さんを押してんだよね、2番さんって。 うん、そこがおかしいかな。だって3番、3はないじゃないでしょ、全然。占うとしたら、9番か4番だと思う。2が死んだとしたら、わざわざなんで3を占ったんだろうなっていう意見かな。うーん8くらい出たからまだいいにしても、7がなんでかまわれたかよね。それだったらもう神、えー、と27の信教がほぼほぼ確定でしょ。じゃあオオカミでほぼグレーで混ざって。6であのムーブで、例えば黒が見えたとして、一、うん、番が、 とりあえずあえてグレーでいこうで、八番をしたから、俺八入れたけど、どうなんだろうね。六で終わるんかな。うん、終わんねえわ。投票コードが全然バラバラなんだよね。みんな。終わんねえか六番の製造意欲と、八番の製造意欲。で。三に入れてるから、どうなんだろうなっていう意見。六郎だったら、七に噛まねえわ。うん、えのプレイヤーが発言します。でも、全部そうか。 はいいお願いしますいい、ね、確かにね自分を疑う視線はも,いい、ね、もうまっとうな指摘だと思いますね。はいでも私はねあの、袋を弾き返せる役職を持っていると、はい、私は村人という役職を持っていますと <laughs>、はい、ただそれを言いたかっただけだったんですってんということですね,ね、はい、もう本当に私を信じてくれるのであれば、あの2番さん、あのねまずね、6級どっちかすれば、4級のなんかせさかると言ってたっけれども、だったら4番つっても同じじゃないですか。はいこれあの 縄が足りているので4番さんに行っても同じじゃないんですかいきなり2番さんは私入れてたけどびっくりしちゃったよ。はい。私がおお私って終わらない可能性なんでそんなの,の俺がもう圧倒的に村目線人狼でしかないでしょ。はい。<laughs> そんな考察しめろってことはね、基本的に。俺が人狼で,人狼でしかないだろうってやめろでも、そういう考察をしてるってことは、俺が人狼じゃないっていう可能性もみんな見てくれてるってことでしょう。だから俺はみんなを信じてる。うん。俺は。 うん、まあ、4でいいんじゃない ?4 で終わると思ってますよ。はい。まあ、でも3かもしれない。俺が3に投票した理由っていうのは、<laughs> 俺、正直3七かと思ったんだね。あの、3番さんの1周目の時点で、あの、3、4の時に、7番を釣るという一言もなかったんですよ。で、4番さんにはそれ指摘あったんですよね、皆さん。はい。なのに、3番さんには指摘なくて2番さん、2番さんが3番さんを占う理由も俺は分かってないから、うん、俺は3番さんでいいと思ってんだけど、これ、縄足り出るから3番さんでいいんじゃないの ?4 でしょ、うん マッチゃ3番さんでいけるかもしれない。今もうこれがただの白あったなのであれば4番はくけどね。はい。どうですか <laughs> 皆さん飲めんないですよね。はい。分かってます。6番30ですよ。<laughs> 俺信じるなら4番でお願いします。はいす。来貴様は死んでもらおうか。終わんなきゃでも。6黒で2なら心境なら構わないよな。でも死んでもらおうよ。6黒で負けるのは一番嫌だ。 プライドが壊れちゃう死んでくれ投票が終了しました追放されるプレイヤーは六番六番の遺言を発表してくださいあるなニローロのいやーしゃあないしゃあないうん俺もう1番さんがさなんだろう騎士だと思っててうん俺一番の騎士にさお前六六番あの騎士とかだったら絶対だろって言われたからうん 俺はただ村人だということを主張したくて、黒をはじき返している役職だっていうねことを言っただけだったから、本当にそれは申し訳ないと思ってるね。はいうんまあ、正直 <laughs>、はいもうあの、正直2番さんの新名を追うかどうかっていうのはもう本当に皆さん任せるよ。な、うん、うんはい、で7番さんが噛まれているのか、なんで3番さんを占う必要があったのか、あでもそっか、だだあそうです俺、出現してるわ、うん。23ローローとかありえねえんだよ、8黒落ちてることから。 うん。それなかったごめんごめんごめん。うん。うん、じゃあ、あの、本当に妊娠で4級精座すればいいと思います。いやー、これ村勝ちましたね。ありがとうございます。<laughs> うん。なんかね、不思議な人だったけどね、<何>私は。何を言うんん、はい、そのそこ申し訳ないなって。後でね、ギフトないけど。はい、はい。言えなさい、の方は。今日は、ご声できないんで。その疑いには。 ね、に噛まれたらいや別にどこも守んなくてよくね今日に噛まれたら四級ロラルし。ルが開けました昨夜は1名の方が亡くなりました一番 2>, 2番<白> 2> のプレイヤーが発言しますにしてはい四、えー、番白ですというわけで九番が字の固定です で僕がもし偽だった場合、まあ、4番に黒打ちますっていうのも対抗の白先,先ってことは僕みんな最の白先ってことは2審だなこれなさすがに、ね、2進かでそこに黒打てば誤爆は100%ないですよね,ね,そうですよねいやー3で囲えたこと確信するか僕は偽だったら4を確定しろにするメリットいないですよねはいもうそこ こ,こだけです、もう新麺の話に関しては。まあ、でも今日9番釣りでおしまい。ただ、ただまあ、当然村目線、まあ僕の、僕の偽の可能性とかも持ってると思うんで、安定求めるんだったら安定求めるんだったら、ねあのまず3番釣って、明日九9番を釣るっていう行為やれば、もう100%勝てます。はい、これ、僕が死んだからあの今,日今日3番の釣りを飲めます。 二、はい、番ローあるんで。お前なんで白出したのに三番の釣りを押すのおかしいんじゃないのみたいな声が多分出てきそう。二番ロウあるんで。あのローキャアなんで釣りはう、僕信用らないので。釣りはローキアだから勝てないんですよね。あの独攻襲撃しようと。二三ローキャアじゃなくて。はい、ここまでわかりますかね。わかるよ。今のはわかるけど、はい。なのでどうしてもも,もうどうしてもやっぱり二番のシーンがなあって言うんであればまず三番から釣って。てローキアローキアなんで。

まあ,番があら、3級生産はちょっと難しい。どっちも白く見えてたね。どもそなそうよ。2がオオカミだったら4種類つ,つ,なな <laughs> つかなって思ってるから、2いっといてもいいかな、ね、いや、そらそうよ。2>, うん、2がオカミのことはかなり無理やつするんだから。で、八番生産して,て,て 2> ーーー、2で終わったら10ンだ,だしね。まあ、2クロだった場合、6巨人かなって思うから、多分九9からいっても勝てるんだろうけど、一応2からいってきますかそれはね、うん。で、2で終わんなかったら、 二番さんが死んで九が黒だったってことなのかな。ただ八九ロロが追いづらいから、なんか二番さんの最後のあがきで、なんか七噛んで、で、二番さん、狂人っぽく見せてるけど、実は狼だったっていう、うん。二のローも全然あるからな。三級生さん、むずいわ。 うん、これ2つったら終わんじゃねって思うけど、うん、4番さんどう思うまあ ?2 つったら終わるのは別に考えなくていいね今は39どっちか考えて2つって終わるんだったらラッキーでい,い,いやだって7神で一番怪しくなるのって俺じゃない多分2ずりに持っていきたいっていうでそこに白を打つメリットが2番差にないと思うんだよなだし28っていうのが俺あんま見えてないんだよね8番差って2が圧倒的線って言ってて28ローだった場合ってそんなつなぐかなって思うんだよね2って 強はあるんだっけ、盤面的に。いや強人はないと思う俺5番さんが2四六ってるからだから6うーん8九もなんか疑い歯切れ悪かったような気がするんだよな2八六6九とかいやだからその2八が見えないんだよな俺。 もう9でいいと思うけどね。いや,いや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 、いやあなた強人かあそこで狼で出てくおいおい、4強人かこれ。俺に2でしょなんで2釣りじゃねえんだよ。っていう盤面が俺あんまり見えてないかな。だから9。俺はもう9行こうかなって思ってる。けど、ね、おい、強人いたぞ。うーん。2、オオカミ、4強人じゃんーー。とにかく2が人外で出てくるっていうのが見えないあの盤面で。5番わかってるか プラス28っていうのもさらに見えてないから俺はもう急に行こうかなって思ってるで5番さんはさだからなんでスライド俺の時にしないのかってこの人余裕あるから答えてよなんでだろう5番のプレイヤーが発言しますスライド理由なんてどうでもいいでしょう,うーん2審なんかな えええやば落ち着けよ7は噛まれてんだよね5万パーにするぞ8がローで落ちたからうーんいいピ2つときはとりあえず PP はないだよ、そうだよ6番さんの部ブがね、あれアーマーだったんかなうーんそんなにいらないから6とかまあ MVP は1番かな単純に <laughs> まあ行こで出てきたから MVB 勝ってねえからマジ。勝ってから言えよ。なんで最初に三占い,いの。ニーズロ。番。<laughs> <laughs> 新の新登占い師だったら九番に最初占いと思うやね。それか最初に四占うか。うんそこがゲせない二番の新の占い師だったらね。ただ八球ローロにだったらまあ納得っちゃ納得やけどね。投票がちょっと初週の。おおおおおお。九番頑張れよ。 9番おっつきお前釣りだぞ、ヒ番大丈夫かちゃんと導けよ、お前。うーんとね、6が強人やったらね、俺釣りでもいいんやけどね。3、4に強人がいた場合は負けちゃうよね。 いやいや、二番さんの強人はないと思った。二番さんオカミかなと思ったね。二番三。じゃあ釣りで勝ちじゃんな。なんでかっていうと、二番さん強人やったら三番さんおめっちゃお釣りをすることできんと思うから、二、うん、番さんオカミで、うん。うんじゃあいいじゃん、ええま、勝ちじゃん。じゃん。んゃちょっとバグったな。二番さんが強人やったら、三級に、えー、おっかん違うわ。 え、2番さん強陣はないよね。2番さん強陣ないと思うよね。2番3オオカミやと思うよ。だって3釣ってから9いっていいよっていうから、2番さんはオオカミやでしょ。いいで、2が強靭だから、3囲えた確信を2強だから、<の>まずはまずはして3番さん釣りをすのがおかしいよね。9釣ったら終わるやん、完璧に。9で終わらんと思ってるから、3番さん釣って。 で九番さん行こうっていう話したんでしょ。だから六番が強人やと思ってるから全然地釣りいいんだけどに<れ>行った方が終わるかなと思ってるよ。にに行きましょう。村の人はに行ってください。急遽？はい。そんな感じですね。急遽積み積みば積み積み場面これ。うん。二八ローが見えない。まあまあ俺釣っても終わらないですからね。はい。 あれ ?9 強か、ね、?4 ミスリム村かこれ。はい、終了。うわぁ頼むぞ、マジで !2 入れてくれ、みんなおいなんで2入れてくる !5 番 !2 だろ、今日は導き、導いてよ頼むぞ、マジでこれ9つって4強2黒とかったらマジ笑えないぞ、これ。2222、今日 2, 2, 2, 2番。3は2番入れるだと。あぁ、よかった !395、ナイスナイスナイス。42。42が9。が終了しました。 追放されるプレイヤーはゲースなんだよ村人陣営の勝利です八チクロで占いロラ警戒の占いカビかよいや普通だったかいや申し訳ないね一番さんもねお疲れ様でした,た、ね、いやーよかったよ一番さんいや占い位がおかしかったよねあ、でも危なかったね最後九番九番さん四番,番めちゃ強靭に見えなかったの めっちゃ妖魔教授に見えたよねめっちゃ見えたよねごめんなさい八番さんごめんねごめんね八番さんお疲れ様でしたありがとうありがとうございましたまたお願いしますよろしく。うごたったら登録高評価お願いしますジジ6つむないかよ